それを表すには、あの総曲線の形を、あの総曲線じゃない、割引率の形を横軸に時間を取って、縦軸に割引を取ると、割引の形を総曲線の形にすると、それによく当てはまるというふうに言ったんですが、ルビンシュタインはですね、いろいろ実験をデザインしてみると、その総曲線型の割引からも人間はシステマティックに、行動がずれると。で、その背後には何らかの認知のメカニズムがあってですね、ブラックボックスを開いて中を見ることがこれからの動向になって、それが重要じゃないかというようなルビンシュタイン自身がですね、人間は、似たようなものをまず同一して問題を簡単にするっていう、そういう成功があって、1年と1年1日っていうのは ほとんど同じなんですね。で、そういうふうにそういうほとんど同じなのを同一視すればリンゴ2個あった方がいい。ところが今日明日というふうになると今日と明日えらく違って見えるから、そういうなんかそういう感じの認知のメカニズムがあるんじゃないかというわけです。同じようにですね、ノースウェスタン大学の大学院で斉藤君が同じようなことを研究しているんですけども、今日リンゴを1個もらえるって場合は確実にもらえるんだけど、明日とか1年先ではそれがもらえない可能性が出てくるんですね。で、そういうもらえない可能性っていうところから割引を考えると、不確実性化で有名なアレーのパラドックスと、それからあの、双極線型のアノーマリーは同一の原因から起こっている。で、その背後にですね、同一の認知のメカニズムがあるんじゃないかっていう、こういう感じの人間の認知のブラックボックスの中を開いていくという認知科学との、 あの境界分野みたいな方でこれから研究が、進んでいくんじゃないかというふうに考えます。さてですね、最後にですね、もう一回スタン・ウラムのですね、意地悪な、質問に戻るわけですが、まあ経済学の命題で確かに正しいと、ね、自信を持って言えて、しかもですね、当たり前じゃないものがあるのか。1939年ですから、70年前のことですが、その後、経済理論がですね、先ほど言ったいろいろな進展を通じて、これにどの程度答えてきたか、いうようなことを見てみたい。で、それにちゃんと答えられたかっていうのは、2つのポイントがあると思うんですが、1つはですね、理論が正しい確たる証拠が本当に提出されているかということです。例えば物理の教科書を見るとですね、ニュートン力学の話が書いてあってですね、物体に何か力を加えるとですね、それ以降力を加えなくてもですね、ずっと等速直線運動するんですよ。ものすごく直下に反するんですよね。ずっと力を加えてないと途中で止まっちゃうと思うのが人間の人情ですね。そうはならないとか言っていろんな数式が書いてあるんですよね。でこんなものをどうして人間が信じるかっていうと、物理の教科書にはですね、こういう絵が描いてあるんですね。ボールを投げるとですね、ニュートンの法則通りに運動するんだ。これに放物線を当てはめるとその通りになってるだろう。こういうことを言うとですね、あ、やっぱりそうかっていうふうに人間思うわけですよね。こういうものがですね、ちゃんと経済学にあるかどうかっていうことなんだと思います。この裏が入った一つ。というのが、その後の39年以降のですね、ずっとあった経済学の進展で、確かにこういうものが見つかっているかどうか。でもう一つはですね、経済理論が現実へ工学的に適用されてですね、で実際に何か成果を上げたかどうかということだと思います。この人はですね、物理の理論を応用してですね、水爆を作っちゃったんですよね。で、こういうことに関して、数理経済学を批判した面白い論文、文章があるんですが、京大の澤地孝光さんが、1974年に数理経済学の幻滅と期待という、原稿を書いているんですが、なんで数理経済学をみんな信じないかというとですね、こういう理由があるというんですね。工学技術の場合はですね、なんか難しそうな数学を使ってなんかわけのわからないことをやってるんだけど、確かに、月にロケットが飛ぶんですね。で、経済はどうかというと、この度政府は〇〇大学のバツバツ教授の提案した最適租税政策を採用した結果、所得分配がはなはな公平になったというような話をついぞ耳にしたことがない。ね、だから経済理論はダメなんだみたいな話だったんですが、こういうふうに経済理論を現実に使ってですね、確かにうまくいったということがあるだろうかということを少し考えてみたいと思います。で、まずですね、最初の方ですね、こういうですね、経済理論が確かに成り立ってるんだっていう
直接的な結果がたくさん得られたかどうかということなんですが、そのうちの一つとしてですね、オークションの理論を紹介したいと思います。で、ゲーム理論の一つの大きなですね、成果はオークションの理論だと思うんですが、競争入札で人間のものを買うときにですね、人間がどういうふうに行動するかということでに関してゲーム理論は非常にシャープな予測を与えるわけですね。で、例えばですね、今4つの新品のコンピューターがあってこれを入札で皆さんに売ります。で、入札方法としては封印入札というやり方で、自分の入札額を紙に書いて同時に提出する。で、開けてみて上位4名の人がその、勝者になってそれぞれの人がコンピューターを手に入れるということですね。で、ここで問題になるのは情報の非対称性で、果たしてですね、他の人がどれだけそのコンピューターを欲しがっているかということはその他の本人にしかわからない。コンピューターがあるのにそれにいくらまで支払っていいかと思うということは、私的な情報になっているんですね。で、こういう場合にどういう入札をするかということがゲーム理論によってこう分かっていく。で、4つコンピューターがある場合の封印入札ゲームの均衡戦略は、次のようになります。一つの過程としてですね、それぞれの人が日がコンピューターに払っていいと思う最大の金額が0からですね、例えば100万円の間に一応に分布しているとすると、自分の評価額、例えば自分が50万円まで、自分が例えば10万円まで払っていいと思う、その10万円というのがこの VI なんですが、その時にいくら入札するか、ちょっと割り引いて入札するのが普通だと思うんですが、例えば8万円の入札をするという、自分の評価額と自分がここまで払っていいと思う金額と、それから実際に入札する額の関係を表したのが、